ミシシッピ・ジュミ州。1817年に東側の地域がアラバマ・ジュミ州として分割された。ミシシッピ・ジュミ州は1798年4月7日から1817年12月10日まで存在した歴史上のアメリカ合衆国の編入領地である。1804年と1812年の2度拡大し、最終的にはメキシコ湾から テネシー州の南の境界まで広がった。もともとミシシッピ淳州は現在のアラバマ州を含み1817年にミシシッピ州になる9ヶ月前の3月3日に東のアラバマ淳州が分割された。1817年12月10日、ミシシッピは合衆国の20番目の州に昇格した。ミシシッピ淳州はもともと スペインが1795年に調印されたマドリード条約で割上することになっていたが合衆国とスペインの間でその取り扱いについて係争が続いていた地域から1798年に組織化されたその係争地域は北緯31度線から北緯32度28まですなわち現在のアラバマ州とミシシッピ州の南半分まで広がっていた ジョージア州は1802年に諦めるまで現在のアラバマとミシシッピのすべての領,の領域の領有を主張していた。その2年後、議会はジョージア州の分割地すべてを含むようにミシシッピ準州の境界を拡大した。1812年、合衆国議会はミシシッピ準州に西フロリダのモービル地区を併合させた。 この地区はスペインによって領有権が主張されていたもののアメリカ合衆国はルイジアナ大衆によって得られた購入地に含まれると主張していたその翌年アメリカ軍のジェームズ・ウィルキンソン将軍が軍事力でこの地区を占領しスペインの司令官はこれに抵抗しなかった1817年3月3日ミシシッピ順州は分割され西部がミシシッピ州 東部はアラバマ準州となり、トムビッグビー川沿いのセントスティーブンスにアラバマ準州の臨時州と置いた。ありがとうございます。